鉄塔目の転生魔術師虐げられた元勇者は未来の世界を余裕で生き抜く、星に。主人公は勇者パーティーの一員だったが、魔法を倒した後に主人公の邪気眼をそのファンタジー世界の住人は恐れているという理由から、パーティーを解散してくれということに起こした主人公は転生魔法を使って200年先に転生することに成功。そうしたらそこには昔唾をつけていた魔王の娘が成人しており、そこから疑似をねしょた展開をしつつスローライフをするという漫画。あまりにもシナリオが自然すぎて俺じゃなきゃ見逃しちゃうねというやつだが、主人公パーティーはこの魔族の父者を殺したと思われるのだが、なぜその親の仇の主人公に魔族のメインヒロインが光源氏されているのかさっぱりわからない。200年経ったら、今度は邪気眼がクソザコ邪眼になっていたという失格門準拠のシナリオで、そこからその魔族のメスがほぼ掌握している村にいるクズの貴族の兄と対立したり、バカの弟を弟子にしたりしながら、無双をするというよくあるやつ。シナリオが読みやすく、おねしょた展開もあるし絵柄もなかなかな高品質なジェネリックなローケー。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル